何のコーヒーを入れてるんですか？カプチーノ。え、このお店のハウスブレンドなの？お豆は。はい、あのコーヒー美学ってやつ。あ、そうなんだ。これらしいですよ。お豆はお家でも楽しめます。ラテアートとかできるの？まだ練習中。どっかで習うの？そういうの。この間、日曜日に、バリスタやってるこの人、方の人が来てくれて、教えてくれて。へえ。葉っぱとかできるの？もう。まだ。ハートぐらい。ハートもまだ。ハートもまだ。結構難しいよね。すごいね。ね。動画とかでは。そうそうそう、 YouTube とかで見るとね、あ、できそうと思うんだけど。そうなんですよ、修行がね。かわいいかわいい、ハートになってる、上手。かわいいね、上手上手。コーヒー頼むとクッキーがついてくるね。はい、ということで今回はバリロクのバリモンという企画でね、バリ島育ちの子どもに、インタビューさせていただきたいと思います。で、本日はお名前の方お願いします。飯塚リオンティです。え、飯塚リオンティ、リオンティ、リオンティちゃん、リオンティちゃんは、はい、通称なんてお呼びしたらいいですか？リオンティ、リオンティちゃん、はいはい、じゃあリオンティちゃんに、インタビューさせていただきたいと思うんですが、実は、バリボンにね、兄弟の、サンちゃん、サンちゃんのお姉さんなんですよね、はい、そう、お姉さんということで、顔がそっくり顔がそっくりなんです、本当に言わなくてもわかるかなって感じで、すごい、みんなね、兄弟がね、もう美形なの。え、思ったことない？似てると思う。似てるよね、もう鼻筋とかもすごいから、美人に生まれてラッキーですね、ほんと。いや、ほんと、お父さんもね、イケメンでね、ね、すごい、もうお父さんになのかな、みんな。どうだろう、でも、お母さんにも似てるしね。うん、さっきちょろっと映ったんですけどお母さんにもインタビューしたいんだけど今日はじゃあリオンティちゃんにインタビューさせていただきたいと思います。はい、リオンティちゃんは、いつバリ島に来たんですか？住む生まれは？生まれは日本です。あ、生まれは日本で、で2011年ぐらいから、まあ、本格的に住み始めた。そうかそうか。じゃあ何歳まで日本だったの？ずっと日本にいたわけじゃなくて、2003年から2010年ぐらいまでは、ずっとバリ、日本、バリ、日本って行き来してて、でやっぱ2011年に、日本大震災が起きてから、おじいちゃんにちょっとバリに、帰った方がいいよみたいな、そこでちょっと2011年から結構もうバリ島には長くもうずっと、じゃあ本格移住ということで、
そうか、どうですか、その日本の生活もしてて、バリの生活ももう結構したと思うんだけど、なんかどっちがいいと感じてる？どうだろう、まあ、日本も、なんか同じぐらいかな、いいところもあれば、うん、ちょっと不便だなって思う。うん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 、私は多分バリの方が好き、自分的には合ってるかもしれない。へえ、食べ物とかは？食べ物は、まあ、日本の方が好きかな。そうだよね、美味しいもん多いよね、日本の方がね。いやでもほら学校もさ、日本の学校に基本行ってたじゃない？はい、行ってます。で、バリの学校はどんな学校に入ったのかな？普通のローカルの。あ、ローカルの学校？はい。え、じゃあさ、待って、言葉は？言葉はもう喋れてた？うん、はい、喋れてた。あ、そうなんだ。じゃあ生まれた時からお父さんはインドネシア語で、うん、お母さんは日本語でという感じで、はい、もう家の中でバイリンガルみたいになってた、はい、ということですね。じゃあもうバリに来てもすんなりローカル校に馴染めた感じでした？はい、もう普通に。へえ、いいね。え、でもそんな日本に生活してて家の中だけでインドネシア語だけでそんなに喋れるようになるんだね。学校も行ってたから。あ、友達とかも、ちっちゃい頃友達とかも近所とか、うん、もう普通に遊んでたりしてたから、もう多分それで。あ、それでね、やっぱ子供の時の吸収はすごいんだね。大人になるとさ、もう今でもさ、私ダメなんですよ。なんかもう覚えようと してないのかもしれないけど。でも簡単みたいね、インドネシア語は。まあ、簡単って言われてる。ねえ、言われてるからね。頑張ろう。私は。で、そうね、どこから聞こうかな。今あのここがね、あの前回藤田さんが、藤田さんの放送の時にね、あの、まあ、そこでインタビューしたカフェなんですけど、ベルデカフェ、に今インタビューしてるんですけど、なんとこちらでバイトされてるということで、はい、ね、あの会えるんですよ、ここに来れば。でさ、上があのバレエ教室ってことで、はい、あの後で案内してもらうんですけど、まあ、今日ね、あのレッスン、はい、レッスンがあるんですよね、はい、そうそうそう。でバレエ歴はどのぐらいなのかな？小学校1、2年ぐらいかな、からやってる。あ、じゃあ結構長い。今おいくつでしたっけ？今19です。あ、19歳。じゃあ結構やってるね。はい、結構長くて、で、なんか今はもう先生にもなってるとちょろっと聞いたんですけど、まあ、ちっちゃい子を教えてる、ちっちゃい子のクラスを担当してる。はい、担当してます。そうか。どうですか、あの生徒数はどのぐらい？今は7人ぐらいの先生をやってる。はい、すごいね。なんかほらバリはさ、成人がさ早いじゃない？あ、早いです。何歳だっけ？17とかね、17、そのセブンティーンの誕生日が一番盛大そうにするらしいんですよ。で、はい、私も最近知ったんですけど、だからもう大人なんですよね。まあ、ここではここでは大人扱いね。そうそう、選挙権とか、そういう、まあ、免許とかも取れるし、はい、まあ、そんな感じでね、なんか自立が早いなっていう感じで。そう、日本もそれを取り入れたらいいのにと思うぐらい、なんか、早い方がいいよね。まあ、そうですね。ねえ、なんか仕事とかも早く覚えた方が、いいのになと思うけど、日本だと勉強勉強勉強みたいになっちゃうから。でもそうやって得意なことでね、もうあの先生とかを やれるってすごいいいことだなと思うんだけど、実際やってみてどうでしたか？教えるっていう最初の方はお互いに緊張しちゃいます。あ、そうなんだ。お互いになんかもう自分も初めだったから、何をどう説明すればいいのかとか、やっぱバリだから、あの決してローカルの子ばっかりじゃないし、だから自分もその英語も得意じゃないから、ちょっとそこが結構不便でした。なるほどね。あ、ローカルの子が多いんだ。いや、今は
はそんなに、うんうんうん、ミックスって言うんだけど、うん、ハーフの子が多い、うん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 、そっかそっかそっか。いやでもなんかもうちょっとバリでバレエ人口を増やしたいですよね、うん、なんかこの前ちょろっと聞いたら先生があのなんだっけロシアの方、はい、でそのなんか良さをなんか分かってもらえないっていうなんか惜しいところがあって、なんかほら日本人ってあんまりほらバレエに馴染んでる人って少ないと思うね、日本でもまだ。でロシアの先生がいるってすごいことっていうのも分からない人の方が多いからえそうなのって感じで終わっちゃうんだけど、その先生の質がいいっていうことは どこでそれをそうやって見るのかな、ロシアの先生がすごいっていうのは何なのか教えてほしいんだけど。ロシアの先生レベルが違うってこと、レベルが違う、もう団地あと教え方も違う、あそうなんだ。私ももう初めて会った時は、うん、ストレッチからやってたから、うん、基礎から始めたから、うんうん、結構違いますね、そっから始めるのみたいなのが、あそうなんだ。じゃあスタート時点から違いを感じたんだね。でもその価値を分かる生徒さんはすごいってロシアの先生いいのみたいな感じになるみたいね。はい、なります、なる子もね。そうそう、なのでね、あのこれからバリでねバレエ習いたいなって方はすごいおすすめだよね、そういう意味でもね。なんかうん、でなんかそのレッスン料とかはどんな感じなんですか。なんかバレエ習うってすごい高いイメージがあるの。うーん、まあもバレまあレッスン料は、まあ、高い方だった。高い方なの。いくらぐらいなの。私もそんなに把握してないんですけど、うん、1週間に1回は55万。うん、あ、55万ルピアということは日本円で5000円ちょっと、うん、まあ、今のレートでね、はい、うん、まあ、1ヶ月で1週間に1回の場合は55万ルピア。なるほど、じゃあ月2万円ちょっとって感じですよね、はい、でも日本に比べたらどうなんですかね、日本の状況がちょっと分かんないけど。うーん、まあ、でも私の中では、うん、我々はもともとまあそういうレッスン料とかはもともと高いんじゃないかな、ね、高いイメージ、うん、私も思います、ね、だからなんかいいところのお嬢さんがやってるみたいな、なんかそんな、まあ、勝手のイメージで、そういうイメージがありますね。でもそのちっちゃい時あの小学生から始めた時は自分からやりたいって思ったんですか。私の場合はもともとお母さんがバレエやってて、あそうなの。でうちの日本のおばあちゃんも、うん、私の日本のおばあちゃんもバレエちょっとやってたことがあったから、意外その流れっていうのかな。意外自分も、まあ、自分もやりたいなっていうのはあります、ね、そうなのね、だからみんな姿勢とスタイルがいいのね、その引き継いじゃってるのね。いや、いいことだよ、本当美しいもんだって、本当に姿勢ともう立ち姿もね。猫背になりようがないんじゃない、だってどうなの、なんかみんな胸張ってる感じで。これでもまだレッスンの時は足りてないって言われます。足りてないって言われるの。あ、もっと胸張んない時に。そうなんだ。すごいな。で今まで発表会とかは何回ぐらいあったんですか。私はそんなにやってない。パリではないの、そういう発表会的な。あのシナール結成される前、うん、他のところでは、うん、3、4回は4回やってて、うんうん、で多分で今はまだちょっと難しいんだと思う、やっぱりそういう発表会の発表会する場所、うん、あ場所もないし、うん、パリは結構難しい。なるほどね。でもなんかこの前お知らせあのいただいて、ちょうどこのねあのバリモンが放送する日
にあのビーチウォークでなんかやるんですよね、はい、発表会を、はい、そうでお誘いいただいたんで私も見に行きたいと思うんですけど、なんかそういうのも初めてバレエを本当なんかバレエが自分の人生の中に何も一回もなかったんで、なんかそういうのも楽しみだなと思うんでね、あのこれ放送日なんでね、あの宣伝に全然ならないけどそうビーチウォークのあのステージでねやれるってすごいですよね。もちろん出るんですよね、はい、じゃあ見に行きますのでよろしくお願いします。はい、で、あと何、うん、そうみんなに聞いてるのはなんかバリのいいとこと悪いところ、なんかこれ良くないなと思うとこと、こういうバリが大好きっていうところを両方聞いてるんですけど、うん、どうですか。いやバリの好きなところは、うん、まあ、なじみやすい、暖かいし、そんなにバリの人は、うん、なじみやすい、コミュニケーション、はい、コミュニケーション取りやすいし、いう感じかな。と海がね、どこにでもあるっていう、あとはあと外国人とかもやっぱりいるし、なんかそうやって、今カフェで働いてて外国人とかいっぱい通るから、それでまあ英語力が高める。英語はどのくらい喋れる？全然。あ、全然なの？簡単な英語なら。ああ、そっかそっか。そうだよね。ローカルの学校だと英語の授業は全くないの？あります。あ、あるんだね。うん。でも日本の学校っぽい感じなのかな？いや、違う。もっとちゃんと喋れるぐらい。よりけりなんですけど、喋れるぐらいはできるかも。じゃあいいね、十分。まあでもほらローカル校はさ、日本人夫婦の子供は入れないじゃない多分、まあ、ねえ、どっちかがインドネシアにの人じゃないと入学できないからそう選択肢にうちはないんだけど、そうナショナルプラスっていう学校もあるじゃない。 あります。あれだと多分入れるんですよね、そうなのでね、そう結構ね学校のお問い合わせもすごいいただくんですよ。なんか日本にいる子があのバリの学校入れたいっていう、まあ移住でね、移住した時にバリの学校入れたいっていう子がすごい結構いるから、なんか学校のこととかもちょっと聞きたかったんですけど、なんか、まあ、日本って結構いじめとかがあるのが問題になってるんだけど、バリの学校っていうのはどうなのかな。まあ、いじめはある、かな。ある、あります、どんないじめ方なのかな。なんか日本だと無視とか、なんかそう結構陰険ななんか感じも多いと思うんだけど、私の中では無視とかはないかな。ない、いじめで無視するとかはないけど、なんかからかったりすることは、どんな感じでからかうのかな。いじめられてなかったからあまり、わかんないよね。私が言ってた時はなんかそういうのがなかったから、あ、そっかそっか。そう、あんま聞かないのね。私もこっちに住んでて学校行ってる子でそういう問題を抱えてる子に会ったことがなかったから、そう実際そうどうなのかなと思って気になってたけど、やっぱそんなに激しめじゃないんだね、からかう感じの。そうですね、他のところはあんまりわからないけど、私経験したことはあんまり見ないかな。いじめてとしてもからかったりとか、それぐらい。そっかそっか。じゃあ実際そのハーフだからとかの差別もない感じ？あんまりないです。あら、かわいい。何？生徒です。生徒さん。じゃらーん、生徒さんが来ました。ハロー。いや、これからね、あのバレエのレッスンということでね、その様子もちょっと撮影させていただけるようなので
ね、楽しみだね。もっとバレエ人口増やしたいよね。そうです ね、 ねちょっと知られてなくてもったいないなって思って、私もそんな素晴らしい先生もいてね、めっちゃ可愛いね。何人だろう。普通にインドネシア。あ、インドネシアなの。すごい外人に見えるお父さんも。お父さんだよね。はい、イケメンだし可愛いし、みんないいね。やっぱいいな、ハーフ憧れるわ。でもハーフの本音も聞きたい。いや、ハーフに生まれて、うん、どうだったかっていう。え、なんか得したとか思わない？まあ、たまに思ったりする。まあ逆に、うん、もし本当にハーフじゃなかったらどんな感じだったんだろうなっていう。いや、こんなに言語は増えてないと思うよ、確実にね。確実に、まあ普通に生きてたら、日本人として生まれてたら、あんまりそんな海外に住むっていうのもある程度特別なことだし、まあ今はね増えたと思うんだけど、うん、昔なんて、私だって私が子供の頃なんて海外旅行すらそんな行けなかった、家族でとか。そうだからさ、私はもう羨ましいことがいっぱいなんだけど。逆に嫌だったなっていう経験とかあったら聞きたいなって。嫌だったなっていうのはあんまりないよね。そうそうそう、飯塚ファミリーは本当ハッピーだと思う、みんな。いや、本当本当、なんかお母さんもハッピーな感じだしね、仲いいしね、みんなね。そう、 何兄弟だっけ。5人。5人です。そう、5人もいるのよ。で、2番目、はい、2番目、一番上が何歳だっけ。22、18、19で、サンちゃん、サンちゃん、サンちゃんが何歳だ。18です。18、あ、年子、年子じゃない、19、18でしょ。あ、私は今年でもう20歳。あ、20歳になるのね。あ、そっかそっかそっか。じゃあ、で、サンちゃんの下がナタ。ナタなんだ。ナタが何歳だっけ。11歳。で、一番下が7歳。そう、すごいよね。兄弟多くて、それだけでもハッピーもんだもんね。めっちゃ賑やかですね。賑やかで、将来も助け合ってね、いいなと思う。うちは一人っ子だからさ、そういう面でね、いもうハッピーなことしかないね、じゃあね。どうですか。私は逆、なんか5人兄弟が4人兄弟だからこそ、うん、例えば家に1人になるとちょっと不安とか、うん、不安になっちゃう。1人になることが苦手。あ、そっか。じゃあ1人暮らしとかが結構なんかどうしようみたいな感じだよね。1人になるのがちょっと嫌い。あ、そうなんだ。なんかほら、逆にもう家がうるさくて1人部屋が欲しいとかさ、いう子もいるじゃない。1人の時間が欲しいとか言って、だけどワイワイしてる方が一人になりたいなっていう時間たまにあるんですけど、でもやっぱり例えばみんながいなくなって家で一人留守番になると、うん、やっぱちょっとやだなって寂しくなっちゃうね、急にね。そうか。じゃあこの先は どんな感じなんですかね。あの、このカフェで働いて、なんか就職とか将来のこととかってどんな風に考えてますか。今は学校に行ってないんですけど、まあ、大学に行こうかな、うん、あ、そうなんだ、うんうんうん、え、今ギャップイヤー中。まあ、かっこよく言えばギャップイヤー。かっこよく言えばギャップイヤー。かっこよくない言い方で言うと何なんだそれ。だろう、フリーター。フリーター。そうそう、ギャップイヤーね、日本の方知らない人多いんですよ、はい、そう。結構私の学校とかで普通にギャップイヤーは必ず取る感じ。みんな取る子もいれば、うん、そのまま大学行く。そうそう、ギャップイヤーっていうのはね、あの、知らない方に説明するとどんな感じですかね。そう、まあ、例えば高校卒業した後に、うん、すぐには大学入らないで、うん、まあ、1年ぐらい、うん、自分のしたいこととか、うん、自分のしたいことをするとか、
か多分その間に勉強とかもっとして、うん、新しいことを見つけたりとか、うん、よく大学入すぐ入らないで自分のしたいこととか見つけたりとか。そうなの、素晴らしい1年だと思うんですよ、人生で。うん、なんかみんなね、なんていうのかな、トントン拍子にこうレール通りに行こうとするんだけど、まあ日本何で浪人生とはまた違うんだよね、考え方が。そうですね、そう、なんか受験失敗して1年浪人とかでもないし、そもそもそう自分の人生どうしていきたいのかなとかを考える1年でもあったり、そのまあやりたいことをして、まあね、ここでバイトをする人もいるだろうし、まあ、海外に出て旅行してとか、ね、いろんな経験をして、それで考えが変わったりする。そうなの、そうなの。だからその1年でさ、人生が大きく変わっちゃう人もいるんだよね、きっとね、うん、で高校生ぐらいの時ってそんな将来のこと考えれないから、まだ。だから私すごいいいシステムだからなんか日本でも本当それ取り入れてほしいなとか思ってて、うん、そうそう、だからその一番その18歳とか19歳とかの1年ってめちゃめちゃ何でもできる時期じゃん、うん、何にも考えないで、お金のこととかもまだ親が何とかしてくれるし、うん、その1年にそうやりたいことをやり尽くすっていう、なんかもう好き勝手にやってみるっていうね、機会をもらえるっていうのはすごいプレゼントだと思うんだよね。そうで、まあここでバイトすることと、あとは何をしたいの、このギャップイヤー中に。うん、これは去年卒業したからギャップイヤーまであと残り少ないんですけど今は自分 その大学行ったら彼氏したいなっていうことを今考えてる、うん、え、大学行ったら、あの大学行って、うん、その動物が好きだから、うん、そういう動物に関わる仕事ができたらいいなって、うん、動物もう全般好き、まあ全般好き、あ、犬もすごいいっぱいいるもんね、お家にね。犬大好きなんで、ね、ブリーダーとかいいんじゃない。ブリーダーは嫌なの、なんかブリーダーあんまり良くないイメージの人と、ああそうね、そうね、商品として売り買いをするっていうのは嫌だっていう人もいるもんね。でもペットショップよりよっぽどいいと思う。ね、ちゃんと愛情をかけて育てられた子を愛情をかけて育ててくれる人に渡すっていう仕事だったらすごいいいことだと思うからね。あと何があるの、動物に関わる仕事って何だろう、動物園とか獣医さん、あ、獣医さんいいね、いいんじゃない。え、でもそれすごい勉強しないといけないよねあ、いいかもいいかも。え、バリにはちなみにいい獣医さんっているのかな。どうだろう、まあいる、まあいい、あんまり良くないの。すごいすごいさ、そうそうそう、うちも犬飼ってるからさ、衝撃だったのは、もう去勢手術とかさ、家に来てやってくれんのよ家だよ、家、ああ出張してくれるよね、こっちの、うん、お獣医さん、はい、で家で普通にテーブルの上で麻酔かけて、テーブルの上で去勢手術とかしてくれんのよ。もう衝撃だった、なんか病院でするのもあれば、うん、家に来てやってくれる。そう日本はね、家に来てくれるってないと思うよ。なんか衛生環境がさ、なんかちゃんとしてないじゃん、手術台でもないのにすっごい衝撃。しかもテラスのさ、外でさ、なんかテラスのテーブルでさ、注射打って寝かしてさ、手術すんだよね。なんかすごい衝撃的だったけど、まあ、その安さにもびっくりした。やっぱ手術台とかも日本に比べたら全然安いから、ね、ワクチンとかもすごい安いじゃない、こっち。だからすごい違いがある。でもニーズはあると思うわ。なんか今ペットとして飼う人が増えてない？あ、増えてます、ね、え、ちゃんとペットとしてっていうか、まあ、こっちはさ、なんか放し飼いなんか街の
犬たちみたいな自分ちの子じゃないけど餌あげて町の犬として飼うっていうスタイルが多かったけど、今自分ちの子としてちゃんと飼ってくれる人が増えたから、まあ、町の犬として飼ってる人もいるよねそう、でもなかなかお医者さん連れてってとかまで手が回らないから、なんかそういうね、レスキューができたらいいよね、うん、あとはどういうなんか考えてる、まあ女の子だから結婚とかもさしちゃうかもね。あんまり考えてない。あ、考えてないんだそうなの。お母さんにものんきな人って言われてるぐらいだから。え、彼氏いるでしょ。だって、いや、いませんよ。嘘でしょ。本当にいません。彼氏いない歴イコール年齢なんで。嘘でしょ。今まで一人も。嘘でしょ。何回嘘でしょっていうの。もったいない。言われないでも。可愛いから付き合ってとか。いや、ないの。そんなに興味がないです。興味ないの。そこ増えてるね。でもね、今ね。そうなんだ。いやでもたくさん産まないと。お母さんみたいに貢献しないと。今ね、日本は少子化なんで、まあ、バリはねいっぱい人口あるけどね、うん、でももったいない。そうだったんだ。まあ興味がないだらしょうがないもんね興味がないっていうより多分自分からぐいぐい行かないタイプ。ああ、そうかそうか。じゃあなんかいいなこの人みたいな人はいて、ある。あります。あ、あるある。あ、じゃあ大丈夫ですよ。そのうちね、いい人にもうビビッと来る人があっちもビビッと来てくれるようになるんで。なるほどね。じゃあ今日はこの後だよね。もう10時からだからちょっと。まあ、インタビューをこの辺にしてバレエの、ね、レッスンの様子とかちょっと撮らせていただきたいと思います。じゃあ後ほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。Yeah.
一人に、ちょっとインタビューをさせていただきます。お名前の方お願いします。ナナハちゃんです。ナナハちゃんはね、もうちっちゃい頃からねもう知り合いなのでね、あのいつの間にか私と背が一緒になってましたすごい大きくなったね。今151。あ、じゃあちょっと私の方が大きいかな、まだねどうですか、バレエはここいつから習ってるのかな。3年前でやっぱすごい一番上手だったね。あ、いやでもまあ一番古いのかな、まあ、あのグループの中では。でも私古いじゃなくて、うん、キッズもやってるから。あ、そっかそっかそっか。一緒にやらないみたいなことでやる。あ、そうなのね、そうなのね。どうですかこのバレエ教室は。うん、楽しい。楽しいえ、自分からやりたいって思ったの。はい、お姉ちゃんが前やってて、うん、それを見てて楽しそうだったから、うんうん、やりたいなって思って。うん、やっぱ姿勢も良くなるしいいよね、はい、じゃあこれからも続けてやる感じ、はい、頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。であのビーチウォークのは出るの。はい、出ます。ああ、じゃあ見に行くんで、はい、それも楽しみにしてます。ありがとうね、今日はすいません。Arey, I tell you, look, it's a good thing, cause you're a good thing.